チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、常備菜を作りかけたらね、玉ねぎがなかったんで買い物行きましょう。ついでにね、ランドリーも買わなあかんから。安全運転に気をつけなきゃ。 ちょっとね、東洋薬局先行って、で、スーパー森川行こう。パンもないからね、セブン寄ってこうかな。今度ランドリーまた色変えよう。前はピンク買ったからね、今度赤買おうかな、黒買おうかな。諸葛系無線です。髪焼くも買わなきゃね、歯ブラシいろいろと買わなきゃな。さ、どうしよう。買い物しちゃうのよ。まあまあまあ、うちとかも仕方ないけどさ、お肉買って帰って、肉じゃがしようかな。肉じゃが食べたくなってきたな。スケジュールになったけど、まあね、子供の受験もあるし、それとも合わせてうまくこうギュッと圧縮したら、来週の方が良さげやからね、来週にして、で、書き講座でね、邪魔せんようにだけしてあげたら、感じで、多分出かけて、ねえ、でもね、東洋薬局行ってきます。だからちょっと坂近く峠下のまた飛んでね。ね、はい、東洋薬局、東洋薬局じゃない、ジップドラッグでお買い物終わってきます。ついつい東洋薬局で回る。昔がそうやったからね。ということで、どこかな、セブン行くか。まあ、セブンちょっと見ていきましょう。水曜日やからね、火曜日過ぎてるから新製品出てるかからんし。うわ、眩しい。おっと、めっちゃ眩しいよ。
信号変わりせん。終わった。まあいいや。次の信号でね、セブンやる。ケーカーミックスさんのブリトー、うん、あんまり目新しいものはないまあでも、ね、お菓子系とか出てるしね、ちょっと見ていきましょう。パン買うしね。買っちゃいましたね、スナック系ポテチとか面白いの見つけて買っちゃいました。で、ね、スパー森川行きましょう。スーパー森川行って、でくるっと回ってローソン寄らずに、チコ、100円のとこ、お盆やかないかもわからんけどね。うん。ちょっと見て。で、ため息ついたかないです。うまくいった個人に変えてるな、うん、玉ねぎじゃなくてさ、玉ねぎ、まあ、いらんでもいいねんけど、うん、スープ作るのに玉ねぎ欲しいなと思って。誰も待たへんというね、うん、こういうね、サンデードライバーが多い日は特有やね我先にみたいな、ちょっと一台入れるとか、ね、気遣いはなさそうですね。諸葛系無線です。なんだ、いろいろ買ってきた。ね、休日は車感覚詰めへんか出られへんの。まあそういう人が多いね。仕方ないけど。
まず店から出ようとする人を入れようとしないというね信じられへんわ。おじいちゃんやから行かへんのかもわからへんけど、うん、入れたれやクソまなまれとばっかりやな。案件ナンバー受けたね。おじいちゃんもここに出たらいいのにさ、入れようにやるな。平日じゃない、こういう 休日というか大型の休みの時とかはね、まあ、だから事故が多いねんけどさ、今日もやってたなんか4ヶ月かなんかの赤ちゃん亡くなってたからさ、すごいなんか心が痛かったのにさ、中央道かなんかで車ひっくり返ってさ子供ちゃん亡くなってたんだ、うん、事故はね怖いね、うん、車業界でさ働いてるといろんな事故見てくるけどさ、ほんとね運転って結構ほんまちょっとしたミスでさ事故って起こるから、ちょっとしたね気遣い心遣いじゃね事故が起こるか起こらへんかっていうの、ね、気遣いできへんかったら事故起こるので、ちょっとローソン行ってきます。はい、ローソンでちょっとねお買い物してきました。安全運転に心がけましょう。ちょっとお買い物すると結構使っちゃうよね。まあね、これ使ってもな数日間暮らせるぐらいのお買い物やからね、まあ仕方ないというか生きていく上でね、食べ物は必要やからね、何点か作っときゃ。あ、鶏肉屋さん休むかよかった。鶏肉メインで昭和でお盆休みやからね、休んでるかなと思ったから、うん、まあ、期待はしてなかった。あとはお野菜あぶやらね、今なかったらなかったでいい、ね、スーパーモリカでまあまあ買ったし、なんかある、ちょっと見ていこう、なんかいっぱいあるよ、ちょっと見ていきましょう。ジョイモジョイモとトマトとパプリカ、ジャガイモとプチトマトとパプリカを買ってきました。めっちゃ買ったですね、まあいいや、じゃあ帰りましょうか。あとなんか唐辛子みたいなのと、かぼちゃが150円って安かったな、ちょっとちっちゃかったけどね、かぼちゃ昨日買ったからな、スーパーで昨日とといか
あれをね今日使ってまあ作るんだけど、うん、まあいいや。5時10分。いい時間だったな。帰ってお米研いで、お米を精米して研いで、もう今日もね無精米でいこうかな。